ウマハンター。おっきい。今回で最終回。有終の美を飾れるか。情熱のデラウマハンター。今回はデラウマハンター最終回スペシャル。うわ。今まで2年ぐらいいろいろと釣りに行きましたけども、まだちょっとやり残したことはありませんか。釣れてないものはありません。マグロマグロはいないんで、三河サワラリベンジしたいと思います。わあ、去年の今頃でしたっけ。そうですね、はい。魚編に春と書いてサワラ。上品で癖の少ない今が旬の魚ですが、実は泳ぐ速度は最高で時速100キロにも達するという暴れん坊。前回持ち木アナが描いたイラストも、これで釣れたら有終の美を飾れるんじゃないかと、今までの最大釣果を狙えたらいいなと思っておりますので、何匹釣っていただいても構いません。もう乗り切らない、船に乗り切らないぐらい釣っていただいても構いませんので。ラストファイトをサポートしてくれるのは海王丸の渡辺船長。大物狙いが得意な頼りになる助っ人です。もみじ台を狙った時は、見事旬のマダイをゲット。さらに出世魚のブリも。ちょっと待って、本当に負けない、負けない、動かないもん。渡辺船長のアシストで80センチの大物を見事にゲット。今回はサワラに狙いを定め、海王丸いざ出航。目指す漁場は鳥羽と伊良湖岬の中間地点。今日はいける、根拠はないけど感じる、感じてます。海が味方してくれてるのを感じてます。するよ。気合十分のモッチーだが、サワラ釣りは上級者向け。歯が鋭いから、かかっても切れちゃうのが多い。当たりが来ても刃物のような鋭い歯で糸を切られないようにするのがコツなのですが、果たして見事釣り上げることができるのか。行きます。サワラおいで。一回落として10回くらいかな。10回くらい巻いて、スタート5回ぐらい巻いて。フィッシングスタートから早々に船長から細かい指示が次々と。狙いは魚群探知機に映る小魚の群れ。この赤い部分にサワラが寄ってくるとのこと。はい、一回上げてください、上げてください。ダメだった。当たりが来なければすぐに移動。1% でも釣れる可能性が高い場所を探す。しかし、はい、上げてください、上げてください。あらら、らダメなんか今日は。何にも噛まれてもないですもんね。時間は無情にも過ぎてゆく。今なんかトンってきたかも。トンってきた、ね、はい。あーあー、ちょっと動いてるかも。あれ、なんかかじられてるじゃん。ほんとだ、歯の跡があります、ね、その頃、
魚群探知機は小魚の大群を捉えていた。さっきの様子と比べると群れの大きさは一目瞭然。これはビッグチャンス。小魚の反応今たくさん出てきたから、はい、潮もね結構今流れてきた。じゃあ諦めずに、そうこれにお願いします。かけてるんだけどね。よし頑張るぞ。しかしタイムリミットは刻一刻と迫り、はい、これデラウマハンター最後の一頭とさせてください。よし最後、最後ですか。最後最後最後お願い、本当にお願い。これまでも終了間際になって奇跡を起こしてきたモッチー。2年前太刀魚に挑んだ時は最後にかろうじて1匹を釣り上げ坊主を回避。釣れました、やった去年のコウイカ釣りでもやったー、釣れました。諦めかけた時にコウイカをゲット。最後の瞬間まで当たりを待ち続けるが、ごめんなさい、タイムアップです。ダメかー、ダメでした。うわー、もう悔しい。ちょっと悔しい。もう雨だろうが寒かろうが全然帰りたくないです。そっかー、私の責任です。とんでもないです。しょうがない、いつも見守ってくださって、ありがとうございました。残念な結果となったけど、旬のサワラをぜひ食べたいということで向かったのは、こんばんは、お邪魔します。はい、こんばんは。これまで何度もお世話になってきた三崎だより、主にアサリやハマグリなどの貝類を扱うお店ですが、今回特別にサワラを確保してもらいました。はい、このサワラです。はい、大きいですね。持ってみていいですか。もちろん、どうぞどうぞ。うわもう尻尾持っただけで重い。おかみさんの見事な包丁さばきでサワラを2枚おろしに。綺麗ね、油が乗って美味しい。本当ですね、見るからに美味しいですよ。どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。どうぞ。うわ、大きい、むっちりしてますね、はい、やっぱ魚は美味しい。美味しいね、しっとり柔らかくて、うん、脂もねすごく乗ってるんですけど、そうですね、でもスーッとね口の中でとろけていきます、うん、さらに三崎だよりオリジナルのタレを使ったサワラの煮物も作っていただきました。うわー、贅沢に大きいですね、はい、切り身、大きい方が美味しいかなと思って、はっ、すっとお箸がもう待ってましたとばかりにお箸を受け入れてくれます、サワラが。美味しそうに食べてくれるから嬉しいわ。もう、ね、もう言葉はいらない、本当に美味しい、うん、甘辛くてこれ結構濃いタレの味付けだと思うんですけれども、サワラの味がそれに全然負けてないです。美味しい、うん、この地方に生まれてきてよかったです。よかった南地点に生まれるともっとよかった本当ですね。でもね、生まれてないんですけれど、こんな風に家族みたいに皆さん温かくしてくださるので、南地点大好きです。ありがとうございます。近いしね。あれ、これまでモッチーが頑張って釣り上げた魚たちは12種類計67匹。これは頑張ったね。グッジョブモッチー。初めて釣った。